僕の仕事はスポーツクラブの立ち上げとか運営とか経営ということを、仕事にしております。で、僕が一応行政書士という資格を持ってまして、僕の仲間で弁護士、会計士、弁理士なんていう一応国家資格者でこういったスポーツマネジメントをやってるっていうところが、うちの事務所のまあ特徴です。やはり相撲協会や、柔道連盟の ああいった不祥事、お金とかセクハラ、パワハラですから、今スポーツ界にもガバナンス、コンプライアンス、ガバナンスっていうのは組織をしっかりと統治してください、要はルールに基づいて運営をしてって言ってください。コンプライアンスっていうのはその運営をしていく時にですね、必ず法律を守っていきましょう、ルールを守っていきましょう。要は契約の成立に契約書の作成なんか必要ないんです。ハンコを押すことなんて必要ないんです。お互いの意思が合意した時に法律上の契約は成立すると考えられています。簡単な口約束しちゃってることってないですか。いや飲んでる席では勢いで言っちゃったけど別に反抗してないからまだ撤回できるでしょなんていうことは本来思わないでくださいね。雇用契約という契約の仕方と委託契約という実は2種類あります。じゃあ何が違うのか、指揮命令がどこにあるかなんですよ。ああしろこうしろってクラブが言えるんです。こういうふうにやれ、ああいうふうにやれ。一方で委託契約には指揮命令権はないんです。2団体、法人格を持ってないスポーツクラブがなぜ法人格を取った方がいいか、答えは簡単です。権利義務の主体になってなっといた方がいいんです。なってほしいんです、国は。で、この権利義務の主体になれるのはこれ人か法人しか権利義務の主体にはなれませんっていうのが、これはもうルールなんです。きちっと法律、要は社会のルールにのっとってちゃんと権利を使えるもの、もしくは何らかの義務を負うことができるもの、こういう人を権利義務の主体って言います。やっぱり自治体なんかはできれば法人格取ってくださいねっていうケースってやっぱり増えてくるわけ。例えばじゃああなたたちに1年間のサッカー教室を委託しますよ、グラウンドの管理運営を委託しますよってこともなきにしもあらずですよね。その時に自治体が出すお金って税金なんですよ。公的な税金を、会計決算を別にしなくてもいいという団体になんで出すのって話にやっぱりなってきちゃうところがあるわけですよね。お金を取るから営利、お金を取らないから非営利なんていう考え方はどこにも載ってないですからね、法律上の定義として。営利団体でも非営利団体でもですよ、いずれにしたって収入はあっていいんです、当然。で、給料や場所代やボール代という支出も当然あっていいんです。これの差し引きが利益っていうことになるんですが、この利益をそのまま来年の事業予算に繰り越してもらうことを非営利って言います。非営利目的って言います。一方でここの利益を一部の人で山分けすることを営利って言います。